渡辺はじめは、日本の政治家、医師、栃木県黒磯町長を務めた、福島県に生まれる、父は、明治期から黒磯で医院を開業していた。1924年、東京帝国大学医学部を卒業指導、付属病院に就職。1925年、黒磯に戻り、実家の医院で医療に従事した。 1925年から1954年まで、町井を1925年から1965年まで、栃木県立黒い高等学校の行為を務めた。また、1941年から1947年まで、方面委員を務めており、医師としてばかりでなく、地域住民の相談相手としても信頼された。その他、那須郡医師会長や、 栃木県医師会大議員会長なども歴任している。一方、1947年5月から1954年12月まで黒磯町議会議員を、1955年1月から同年2月まで新設合併後の黒磯町議会議員を務めている。議員在任中には、町立実践女学校の権利追加や市街地の道路網整備に尽力した。 合併に伴う黒磯町長選挙は1955年2月18日に行われ、渡辺が合併前の黒磯町長の真島明を破り、当選した。以後、渡辺は1963年2月まで町長を務め、合併後の町の発展の基礎を作り上げた。町長退任後の1968年9月30日には、名誉町民に推挙され、 1970年4月28日には、君後と総公局実賞を受賞している。1974年5月7日、死去した。74歳没。ありがとうございます。